道端ジェシカ容疑者を逮捕、合成麻薬無度魔所持の疑い、容疑を否認。ファッションモデルの道端ジェシカ容疑者が合成麻薬の無度魔を所持した疑いで警視庁に逮捕されたことが捜査関係者への取材でわかりました。麻薬が隠された荷物が知人と滞在する都内のホテル宛に送られていたということで、警視庁の調べに対し容疑を否認しているということです。捜査関係者によりますと、知人と共に滞在している都内のホテルの部屋で、合成麻薬の無度魔を所持していたとして麻薬特例法違反の疑いが持たれています。無度魔はカラフルなラムネ菓子のような外見で、ロレックスの王冠マークなど、様々なマークが上部に刻印されていることが多く、かなり多蔓延している薬物の一つです。内服すると30分程度で多方感をもたらし、その効果が5から6時間続くとされています。エクスタシーと俗称されることがあります。海外から到着した荷物の中に無度魔が隠されているのを税関の職員が見つけ、送り先となっていたホテルに荷物が届いた際に警視庁の捜査員が部屋に踏み込み、二人をその場で逮捕したということです。警視庁の調べに対し、知らない、などと容疑を否認しているということです。道端容疑者は、ファッションモデルとして活躍し、ファッション雑誌の表紙に掲載されたり、テレビ番組や CM にも出演したりしていました。